じゃあ今日は11月1日なので、おぉ、8番のたけし。じゃあ今日は11月2日なので、11割2は 5.5。 え、嘘って言ってくれ。8番のたけし。じゃあ今日は11月3日なので、3は日本語で太陽。なんか今日日差し強いな。増えた。8番のたけし。じゃあ今日は11月4日なので、11×4 は44。8番のたけし。今日は11月5日なので、11×5 は55。英語で55。もうわかるよね。8番のたけし。じゃあ今日は11月6日なので、ロックは日本語で鍵。あれ？この鍵屋で8っぽくない？8番のたかすい。じゃあ今日は11月7日なので、11×7 は 1.571428。ああ、8、2、って8番のたかす。じゃあ今日は11月8日なので、8を横にすると無限大、無限大を縦にすると8っぽくなるので、8番のたかす。じゃあ今日は11月9日なので、 9÷11 は 0.8181818181。 はい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 、8番のたかす。じゃあ今日は11月10日なので、1110は二進数で14。つまり 1+1+1+0+1+4 は8になりますので、8番のたかし。じゃあ今日は11月11日なので、今日はポッキーの日です。ポッキーを並べてみます。8番のたかし。じゃあ今日は11月12日なので、12といえばえとだよね。ねえ、うし、とら、う、8番のたかし。8番のたかし。じゃあ今日は11月13日なので、13を漢字にします。これを全部並び替えます。棒って何本ある？ 1、2、3、4、5、6、7、8。 8番のたかし。じゃあ今日は11月14日ですので、 11×14 は154。5-1+4は8になりますので、8番のたかし。じゃあ今日は11月15日ですので、11÷15 は 0.733333。 おい、お前なんでそっち向いてんだよ。え、8番のたかし。じゃあ今日は11月16日ですので、16といえば16茶。8番たかしに刺したそう、そう決めちゃった、8番のたかし。じゃあ今日は11月17日ですので、11-17はマイナス6。えい、8番のたかし。じゃあ今日は11月18日ですので、18を漢字にしてみます。えい、いやー、8番のたかし。じゃあ今日は11月19日ですので、19ってことは10球、つまりボールを10個用意します。ヘイパス、ヘイパス。余ったのは8個だから、8番のたかし。じゃあ今日は11月20日なので、20ってことは20だよね。イエーイ、いやー、はい、出来上がり。8番のたかし。じゃあ今日は11月21日ですので、21をこの式に代入してみます。8番のたかし。じゃあ今日は11月22日ですので、今日はいい夫婦の日です。あれ、この日の漢字8っぽくない？8番のたかし。じゃあ今日は11月23日ですので、11÷23は 0.478。 あー、8見っかっちゃった。8番のたかし。じゃあ今日は11月24日ですので、 1×1+2+4 は7になりますので、7番のた、あれ、俺1持ってんじゃん。8番のたかし。じゃあ今日は11月25日ですので、25÷11は 2.272727272727、つまり船、つまり魚。ねえ、点多すぎない？何個あんの？8番のたかし。じゃあ今日は11月26日ですので、全て漢字にしています。えい、いやー、8番のたかし。じゃあ今日は11月27日ですので、 1+1+2+7-x、 この x に入れる数字を決めようと思います。うん、3だ。8番のたかし。じゃあ今日は11月28日ですので、 11×28 は308。えい、まとめちゃえー。8番のたかし。じゃあ今日は11月29日ですので、 11×29 は319、つまり最空、最空な番号はもちろん8だよね。8番のたかし。じゃあ今日は11月30日ですので、 11×30 は330。あー、もうみんな分かっちゃってるかな。えい、みんなで一緒に、せーの、8番のたかし。じゃあ来月もいろんなやつに当てていくからな。